みんなーやっほー、越後やー、ときなだよー。この前みんなに新潟のことをもっと知ってほしいっていう思いから新潟あるあるを紹介したんだけど、今回は新潟出身の有名人を紹介します。まずはブンブンハロー YouTube、 なんとこの方も新潟出身なんです。そして漫画家さんもいっぱいいらっしゃるんですよ。バリバリ伝説イニシャル D の重野秀一さんが新潟は十日町生まれ。あんまりそわそわしないで、あなたはいつでもキョロキョロ。高橋留美子さんは新潟市生まれ。飛んで埼玉のマヤミネオさんも新潟市生まれ。え、新潟生まれで埼玉？小畑武さん、計画通り。和月信弘さん、おろろ。佃煮紀夫さん、あれ、この方って犬よ。あとあとマーキノでおなじみの小畑のお兄さんも新潟県出身なんです。そして有名な声優さんもたっくさんいらっしゃるんですよ。矢島亜希子さん、ほほーい。坂口大輔さん、銀さん。長谷川亜希子さん、ハフー。ということで今回は新潟出身の有名人の方をご紹介しましたが、個性的な方だったり意外なビッグネームの方もいたりで、まだまだ全然紹介しきれないです。ときなが初めて出した歌ってみた動画、ハッピーシンセサイザーを作ったボカロ P のイージーポップさんも新潟県三条市のご出身なんです。いろんな方が活躍している新潟県、みんなももっと好きになってね。そしてニコニコ動画で有名なラスボスのこの方も、花は越後の、花は越後の雪椿。それじゃあみんなまったねー。チャンネル登録よろしくねー。グッドボタンも忘れずに。